それでは、外国人問題、を考える勉強会、今月はですね、日本橋公会堂が使えない、まあそれもありましてね、コロナということで全部中国共産党が、そもそも初期行動でね隠蔽して、ここまで世界中をね、まさに、コロナの渦の中に巻き込んでしまいました。まあその影響で今回の勉強会、まあ1月初めのね令和3年スタートの勉強会も、中止となりましたけれども、去年自粛期間中に行ったように、ウェブ開催いたします。それでまあそうだ、自己紹介しますね。韓国から指名手配されてます、日本国民党代表葛飾区議会議員の鈴木伸之です。で今日ね、ブログでも書いたんですけど、二重国籍、それが、東京地裁で初の憲法判断ということでね、判決が出ました。もちろん二重国籍が違憲かといえば合憲に決まってるじゃないですか。またね、まあ、世界の中ではね、二重国籍合憲なわけだよね間違えました、失礼しました。二重国籍はね、とんでもない、許されないことじゃないですか。で二重国籍を認めないことがね、それは違憲じゃないかというね、憲法判断、裁判所の司法判断が初めて出たんですけれども、だけどね、そもそもね、まあ、この問題っていうのは民主党時代の蓮舫さんが二重国籍であったと。そしてあの時に随分いろんな記事でも出ましたけど、私は便利だからね、外国旅行するのに便利だから、日本国籍を取ってるとかね、そういうインタビュー、過去のインタビュー記事、タレント時代のでしょうけれども、そういうものも出されてきました。だから、この問題は新しいね、まあ、司法としては新しい判断、初めての判断ですけど、新しい問題のように見えて実は古い、問題ですよ。それで今世界の潮流ではね、じゃあ、二重国籍を認めてる国は世界の3分の2だと、国それから地域としてね、195の各国や地域があると言われています。その中で二重国籍を認めているのが、150ぐらいあるそうです。じゃあそれに日本が習ってね、やらなきゃいけないのかと。いやちょっと待ってくださいと。我が国はね、言ってはなんですけど、米国のような歴史の浅い国とも違うし、韓国のように戦後作ってきた国でもないし、中華人民共和国のようにね、中国共産党が国民党と国共内戦に勝利して戦後できたような、また北朝鮮も戦後できた、ソ連の傀儡国家として建設されましたけども、そういう底の浅い、歴史の浅い国とは違ってね、2700年に、なろうとする文化伝統歴史の国ですよ。その日本がね、二重国籍を認める、移民国家になり果てる、こんなことはね許されるわけがない。で、今回の司法判断でね、二重国籍は、違憲ではありませんよというね判決が出たこと、これはまあ、よかった。まあこれに対して、まあ、控訴をしていくんでしょうけれどもね、まあだけどこの裁判が覆ることもないし、こういうことをまたね議論していって次どういうことになるか、これはね外国人参政権、そしてね、また、夫婦別姓、こういう問題と同じように地方議会に、ね、地方議会に
これを意見書を、ね、提出して、議会で可決していって、で中央で、また法改正しようとかね、だって二重国籍を国籍法第11条で認めないわけですから、他国の国籍、まあ、今回の原告の人たちの主張というのはそうなんですけど、他国で国籍を取得したら日本国籍が、なくなってしまうということ、これがおかしいと。だけどね、考えていただきたいのは、今現実には、二重国籍の人って、まあ、蓮舫さんがね、そうだったようにたくさんいるんですよ。おそらく、日本国籍と複数で被ってる人が50万人以上いるんじゃないかと言われてます。で、日本国民党はもうこういうね、今の安易に簡単に便利だから、日本国籍を取得して帰化しようというこういう帰化制度もういらないんじゃないかっていうね、問題提起してるんですね。で、習近平が日本人に帰化したら、内閣総理大臣になれるという記事を昨年新聞国民が書きましたけれども、でこれはでもね、正論ですよ。その通り。それと同じようにね、例えば実例でペルーのフジモリ大統領が日本に亡命しました。それで参議院選挙にも出馬しました。落選したけどね。でも一国の大統領をやった人が日本の国会議員になろうとしている。 だって、藤森さんは、祖父の代、ね、祖父の代に、もうすでにね、日本人がペルーに行って国籍を離脱したかというとしてないわけですよ。そのままずっと、本人も日本人であり続けた。ペルーの大統領になっても日本国籍があった。だから参議院選挙を出馬できたし、日本も亡命を受け入れたわけですよね。でもこういうことをね、よくよく考えていただきたい。そこで実は、国民党はもともと前進団体がありますけれどもね、こういう移民問題というのをいろいろ考えてきました。実はね、私が参議院選出る時も国籍を剥奪するというね、こういうことを問題提起しようかとしたことあったんです。韓国ではね、韓国の国籍法第14条の3で国籍剥奪というのを、書いてあります。で、これは大韓民国の国籍を有することが著しく不当であると認められるときね、大韓民国の国籍の喪失を決定することができると。日本にはないんですけど、韓国はここだけしっかりしてて、こういうことが書いてある。でも、その前に国籍っていうのは何でしょうと、これを考えていくとね、近代国家の国家成立の3要素、領土ですね、領土、領海、領域、そして、まず国民がいること、そしてそこに主権があること、と言われています。そうすると内国民と外国民、つまり外国人を区別する基準が必要になってきて、それで国籍、まあ、ちょっとこれある学者が、僕らの研究会で書いてある文章ここにあるんですけれども、こういう規定をしてね、じゃあ国民と非国民っていうのは何だろうと、これは外国人のこの勉強会でもやりましたけど、政治活動は許されるのかというね、時にも実は国籍法で触れたんですけど、外国人の人権も間違いなく日本国政府の制限下にあるんですね。で、それはどういうことかというと、入国許可という制限下ですよ。国民は出入国及び居住の自由を有する。これ日本国民です。外国人に対してはね、非国民に対しては一定の制約が存在する。
だからこれはどういうことかといえば、これはだからあの公務員の、外国人は一定以上の職に就けないのと一緒だから政治活動も私はできないと考えてるんですけど、それはね、だっていつ日本国政府から国外退去を命じられるかもしれないわけでしょ。でそういう人間に重要な、公務員としての仕事を任せられますか。また例えば中国共産党に渡しちゃいけないようなレベルの情報を持つね、扱う地位につけられますか。そんなことできない。で、日本国政府から退去を命じられるような、立場が外国人なわけです。ですから人権も出入国管理という制約のもとにおいて、人権も保障される。そして国民というのはまず選挙権がある、ね、非選挙権、選挙権、つまり参政権を有するけれども、外国人には、選挙権、非選挙権、参政権は許さない、与えられない。外国人参政権の話が出てますけれども、このもってのほかでね、外国人には参政権などというものはないわけですから、これはやっぱり日本国民、国籍を有する日本国民だけで、もう一つね、これは帰化問題の時にもお話したかもしれませんけれども、兵役ですよ、兵役。兵役と、まあ、公務員の国籍条項ね、日本国民にのみ、認められる。そりゃそうですわね。例えば今日は二重国籍の問題だから、ここ特にやらなければいけないんですけどね。じゃあ、中華人民共和国で人民解放軍の兵士でした。で日本に来たから、今度は日本国籍を取ってね、自衛隊に入れようと。で両方でやって、いざ、戦争になったら両方の国籍持ったらどうすんの、どっちでやるのと。俺は日本人になったからには人民解放軍に向けて銃を放ってくれよというふうになるでしょう。いやいやいや、私は平和主義だから戦争はしないと。それは詭弁です。でもそういうこともよく考えなければいけない。じゃあ外国はどうなのと、ね、二重国籍認めてるけどと、でもここは日本なんで、日本は世界で唯一、しかも歴史と伝統の国ですから、オンリーワンの国がね、外国の基準なんていうのを考える必要もない。それで例えばね、アジア連邦なんていうねことを作ってて、アジア連邦内ではね自由に、移動もできるし、関税もかからないし、そして、選挙もその行った土地で、選挙権を有するっていうようなね、理想は現実にはない。日本は海で囲まれていてね、日本の国にいる在日韓国人の人は大統領選挙をやりますよ。台湾人の人は総統選挙をやりますよ。でも今は、それができるようになってますけれども、日本の選挙には、投票できないでしょ。そして日本でね、いざ戦う、人民解放軍と戦うという時に自衛隊員になってて、いやこの武器やっぱり俺人民解放軍には向けらんねえと、中国共産党こそ世界政府だっつって、日本の自衛隊の、一小隊が、丸々帰化した人でね、急に、ガースに向けて撃とうなんてなってもこれ困るわけですよ。ですからね、こういう二重国籍という問題は、私鈴木伸之は、断固反対、許されない。でも現実には、
おそらく日本人の二重国籍は50万人以上いるんじゃないかと言われて、まあそれにはね、子供の時22歳まで例えばフィリピン人でも両方の国籍を持ってますからね、それは、うん、大人になった時に、判断して、片方を選択するということになってます。でもそういう問題も含めてね、世界の3分の2が、世界のそれを大半というかどうかは別にしてね、二重国籍を認めてるのに、ね、日本が二重国籍を認めないというのは、今の憲法がおかしいからとか、こんな明治時代に作ったね、法律を未だにね、使ってる日本はおかしいと、こういうことを言う方々には、日本の歴史、日本の文化伝統歴史、ここにはね、今手元には、明治憲法下の国籍法と、現行の国籍法と両方比較したものとかもあるんです。この問題はね、結構、勉強会で、今の外国人問題勉強会の前の段階の勉強会でも実はやってきて、犯罪を犯した帰化人から国籍を剥奪して、すべきではないかとかね、そういう議論を私がしてね、ある学者の方が、まとめていただいた。まあ、ただ無国籍をね、生むことになるんで、まあ、韓国では、国籍法で国籍剥奪ってありますけれども、日本ではなかなかこれは実現難しいんじゃないかというような議論になりました。でね、自分から離脱した、まあ、今回の人は日本人でありながら海外に行って、そちらの方がその時は便利でいいと思った、だから、国籍取得したら日本の国籍を失ってしまったという人ですけれども、これ先ほどまで僕が述べてきたことは逆のことでね、日本は今中国共産党から人口侵略受けてますけれども、日本国籍を、取る、これね、ある外国人、僕は結構外国人の方からご相談を受ける機会があるんですけど、永住権が欲しいというお話を受けて、で行政書士さんと相談したら、まずこの方は無理で、無理なんだけれども帰化の方が簡単ですよっていう行政書士に言われたんですね。これなんだと、永住権よりも帰化する方が簡単なのかと、資格要件で言えば年数が短いと、簡単なんですよ、こんなね、バカな帰化制度が今ある、だから日本国民党は帰化制度なんかいらないんじゃないかって言ってるわけですね。こんなね、人口侵略を受けてる時にですよ、帰化制度を徹底的に緩めて、で、年数も短くして、そして、ここは天皇国日本でありながらね、こういう日本の文化の中心である皇室のことを尊ぶこともせずね、国家への忠誠も誓わず、兵役の、まあ、徴兵制がないですからね、ただ、一旦官級あれば義勇公に報じる、こういう覚悟というのは、やはり問いただすべきでありながら、こういうこともせずですよ、せずで、帰化を認めていく、まあ近隣諸国で言えば日本が最も帰化が緩い、永住、外国人が永住許可を取るよりもね、帰化した方が簡単だっていう風な基準なんです今。だからこういうこと自体が、私はこの国籍法、今時代にそぐわないとしたらね、ここを改正していかなければならない。で、二重国籍なんてとんでもない、人口侵略を仕掛けられている我が日本がですよ、我が日本が、二重国籍を認めたらどうなんですか。
このなんかぐちゃぐちゃになって混乱、混沌とした社会が混乱になりますよ。 だからこそね、この司法判断を私は支持するとともにね、これで議論が上がってきますからね、議論上がってくる。そして地方議会で夫婦別姓を、葛飾区はお隣の江戸川区は全会一致で夫婦別姓の意見書を可決しましたけど、葛飾区は私一人が反対して全会一致を防ぎました。ね、こういうねことがまた起きてきますよ、間違いなく起きてくるから、その時にはね、私がまた全会一致を阻止します。で、こういう社会運動の一環としてね、反日勢力は仕掛けてきますからね、二重国籍だって夫婦別姓だってね、ちょっとはみ出ますけど、まあ韓国人朝鮮人の旦那さんは通名を名乗るでしょ、ね、で日本人の女性と結婚したいわけですよ。ところが結婚したら日本人の女性は通名名乗れないから、鈴木さんね、鈴木信子さんが結婚したら金信子になっちゃうんだよね。鈴木の半分取れちゃう、金さんになっちゃう。ところがこっちの佐藤さんはね通名だから、ずっと佐藤さん名乗るわけですよ。つまり、逆転しちゃうわけだね、日本の通名使ってた人が今度日本人の奥さんが、金さんになっちゃう。でこれを防ぐにはさ、どうするか、夫婦別姓にするしかないわけだ、日本人の嫁取りたいっていう人はね、今はどうしてるかっていうと、有名な人でいっぱいいますよ、事実婚、私は籍入れないっていうね、事実婚してるわけです。で、こういうね外国人にとってね便利な日本にする必要はなんかない。日本のこの社会、皇室を中心とした文化、そして歴史と伝統の国のこの社会を守るための法整備をすべきなんです。ですから二重国籍、これねほっといても解消しないんですよ。二重国籍の人は漏れてね、また昔二重国籍のまんまの人そのまま残ります。でこれは社会の全部完璧なことはできませんから、歪みの中で今後も生まれていくかもしれない。ただし原則としてはね、一方の国籍選択したら日本の国籍失いますよ。日本国民になりたければ、そちらの国籍は捨ててくださいよ。日本国民になるのは思いっきりハードル高いですよ。この画面からはみ出ちゃいますよ。天皇国日本ですから、皇室に対する敬愛尊崇の念を持つのはもちろん、そしてこの日本の文化伝統歴史を理解する、これが求められて国家に対する忠誠も誓っていただくと。これなくしてね、日本人にはなれません。昔外国人っていうのは尊敬されたんです。だってそうでしょ、昔々は日本が大好きだから、私は日本になりたいっつってね日本に帰化したんです。今どうですか、便利だから、日本のパスポートあったらいいから、日本にいると、暮らしやすくて便利だから、だから、永住権欲しいけど永住権ハードル高いしまだ時間かかるから帰化しちゃえとかね、こんなのとんでもない、とんでもないから、それを拍車をかけるような、二重国籍には断固反対するということを今日お話をして、今日の勉強会、動画終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。